70年の歴史で2度の優勝経験を持つフィオレンティーナ。スタディオアルテミオ、なんてったってホーム無敗の今シーズンフィオレンティーナ。そしてアーセナルから来た選手です。どう出るのか、それが後半。さあバティ、おっと倒されてファール。これはパガニンのファールでした。ボールに行ってるような気もしますけど、ちょっと足にかかったかなって感じがしましたね。さあロベカルの前で、フィオレンティーナには俺がいるぞとバティスティーター行け。おい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 、この壁は何だったんでしょうか。おや、ルイコスタからバーティーに合わせて、さあルイコスタシュートできずに、ここにいるのがバティ、また抜きならず。決定的だった、決定的でしたね、うん、パニューカー、また抜かれ寸前だったんですけれどもね。よく見てみましょう、これ、おっと、ギリギリです。インテルいいですね、本当にいいですね。本当先ほど言いましたけど、システムがしっかりしてきましたね、本当に。はい、ルイコスタがサイドに出して、これはロビアーティか、ロビアーティ上げて、バッティーゴー。青木さん、裏に話しましょう。絶叫させていただきました。もうディフェンス全然、素晴らしい、シュート素晴らしいですね。だけどこのディフェンスがもう全然こうマークしてませんね、見てませんね。ドフリーでした、はい、バティ、マルカトーレ、気持ちいい、何度でも見ましょう。サイドネットドカンとスポリンコ。パデューカ動けずでした。そしてここにまたバティ、でもここでチェックして、バティバティバティ、あー惜しすぎる。肩ポンポンと、惜しいぞバティというフォトグラファーの、ここまでは彼らしいんですよね。この後ちょっと引いてみよう、フランキー、あードローになってしまいました。